阪急7300系電車は1982年から1989年まで製造された阪急電鉄の通勤系電車である7000系の京都線仕様で、性能は7000系と同等。計83両が建造された京都線用で初の堺地直波制御を採用した形式7000系同様、製造時期の違いから内装のグレードアップ。 新機構の搭載などを使用に差が見られる。車体寸法は後に登場する9300系。同様に将来の新法線の車両限界拡張を見込んだ新しい標準車体仕様に準拠している。最大幅は 2800mm、連結面間距離は 18900mm としており、車体長は 中間車で 18,300mm、先頭車で 18,350mm である。7,300回7,301回は普通構成車体であるが、7,302回以降はアルミ車体となっている。なお、以前はアルミ車両については、H マークアルミ車両と表記された青色の名板が取り付けられていた。 1985年に製造された7320階からは、運転室直後の側面の小窓設置、冷房吹き出し口の連続化、車内放送装置の改良、座席袖仕切りの形状の変更、車内貫通扉のガラス寸法の拡大などが見られる。小窓は既存の先頭車にも後に改造により、設置された。8300系の投入より後に落成した。 本系列の最終増備車である7327回プラス 7307F の8両編成には、車内化粧板の色調が若干濃くなり、客室側窓は自動昇降式となり、車椅子スペースが設置されるなど、8300系とほぼ同様の車内設備が採用されている。制御方式は坂井地ちょ制御である。 1987年から製造された7306.73237906以降の車両は制御機がマイナーチェンジ型の ES773EM となっている。1985年度以降に建造された車両についてはブレーキに遅れ、米制御が追加され、省エネ率が向上している。 1986年に製造された7310は、東洋電気製造 GTO スタイリスタ組織 VVVF インバータの試験車であり、7324階の梅田側から3両目に連結されていたが、2018年度のリニューアル工事により電装解除された。2017年9月に形式故障が変更された。右が変更後の形式。 細かい区分けは各形式の項目内で記述、梅田・天下茶屋型の先頭に連結される制御電動車。パンタグラフと制御機を搭載し、7800型とユニットを組む。先頭部の連結機は当初は自動連結機だったが、現在は7300から7302を除き、密着連結機と電気連結機を装備している。 20番台車は7450型との2両増結編成用に製造された車両で一新 4M 制御、製造当初から電気連結機を装備している。7310は VVVF インバータ長期実用試験車で7990というニットを組んでいたが、後日のリニューアルにより7890に改版された。 下記編成図では、MC と表記。神経式故障では、アルミ車は、マイナス1、7310は、マイナス2、VVVF インバータ制御化された車両は、マイナス3、がそれぞれ末尾につく。河原町、北千里、嵐山型の先頭に連結される、制御電動車、MG と CP を搭載、7900型とユニットを組む。 下記編成図では、MC と表記。神経式故障では、アルミ車は、マイナス1、VVVF インバータ制御化された車両は、マイナス2が、それぞれ末尾につく。二両増結編成の河原町、北千里、嵐山方の先頭に連結される制御車。電気連結機を装備し、MG と CP を搭載、7300型とユニットを組む。 下記編成図では TC と表記7454は後日のリニューアルにより7954に改版された。神経式故障では7450から7452以外は末尾にマイナス1がつく。7400型とユニットを組む中間電動車。パンタグラフと制御機を搭載。下図では M と表記、神経式故障での区分けの仕方は MC7400 型と同様。7300型とユニットを組む中間電動車 MG と CP を搭載7840は7850型からの改造車、下記編成図では M と表記、神経式故障での区分けの仕方は MC7400 型と同様。付随車、 特別な機器は搭載していない。7990はインバータ長期実用試験車で7310とユニットを組み、CP と静止系インバータを搭載していたが、後日のリニューアルにより7 8 4十二改版された。7890は7300型から、7954は7450型からの改造車。 下記編成図では t、または2と表記。神経式故障では、アルミ車はマイナス1が末尾につく。なお、戦闘車からの改造車もマイナス1付きで同車のみでの区分はされていない。当初の2編成は、構成車体で登場し、6両編成を蘇生した。1983年以降に、 アルミ車体の付随車を心臓、増結し、8両編成となっている。第3編成の7302回以降は、アルミ合金製となる。7306回からは両端に、MM を廃し、既存編成も組み替えられる。7310回の付随車の7990は、電動車化を見越して不番している。 1985年の重量編成運転開始に伴い増結車の二両編成が製造された。7320回7321回7322回は7450から7320のように連結し8連に組み込み10連を組成した。最終増尾の7327回7 3回 7, 7回は 8000系、8300系登場後の製造であり、パワーウィンドウも設置された、7300回7301回は当初は、確定用で6両編成であった。それぞれ後に、アルミ車体の中間車2両が挿入されて8両化、されている。急行の表示幕については、2200系、6000系、6300系、 7000軽所記者の白字に赤文字で休行の表示とは異なり、登場時から前者黒字にオレンジ文字の表示であった。しかし、黒字に白文字の普通表示と区別しにくいとの苦情を受け、休行表示が1992年から順次改速、休行と同じオレンジ位置に黒文字に変更されたが、現行の京都仙台屋では休行は設定されていない。 もと二十7320.73217322は7450.74517452と組む 1M 方式の2連であったが、それぞれ7300.73017302と交換されている。梅田よりに増結2両を連結する際相互に密着連結機、電気連結機が必要となるため、組み替えされた。年代に、 大阪市営地下鉄堺筋専用の自動放送1998年より7301回を川切りに検査の再塗装層の際に6300系、8300系列と同様に屋根型部分のアイボリー色の塗り分けがされるようになった。現在は全社完了している。5000系に対して施工が進んでいた。リニューアル工事は7000系列にも及ぶこととなり、 第一陣として7320回が2007年11月から2008年8月まで更新工事が施行され2008年8月28日に出場9月8日に営業運転を開始したこの編成は制御装置は変更されなかったもののほとんど新車同様に改造されている7320回が出場して以降 数年間工事は中断していたが、2014年7月に出場した7303回から再開している。7303回以降は、内外装のリニューアルに加えて、主制御装置を VVVF インバータ制御に更新する工事も行われるようになったが、外観の改造は抑えめになり、貫通窓以外は7000系7010回以降と、同様の外観となっている。 機器の共通性を確保することを目的として、千三百系とほぼ共通の VVVF インバータ装置を搭載している。また、七千三百四回は、近畿車両で更新工事を受けている。長期級車の七千八百五十一号車七千三百十号車の GTO VVVF インバータ装置当初から、境筋前への直通運転も考慮して、 製造されたが、7300系の坂筋線、直通開始は1989年11月からで、ある、当時の坂筋線での MT 引規定により、MT 比1、1の本系列は、坂筋線に乗り入れができない状態が続いていたが、坂筋線側で66系の導入を機に規定が見直され、7300系と8300系の乗り入れが可能となった。 さらに7300系はワンハンドル車であり、操作体系がツーハンドル車と異なるため、大阪市交通局は運転士に対して、習熟訓練を実施させる必要があったが、導入当時、運転士が異なる2種類の操作方法を習熟しなければ、ならないのはややこしくて面倒であるという理由で、導入当時すぐに習熟訓練を実施させなかったことも、原因となっている。 2019年1月時点で、8両編成は、特急、通勤特急、快速急行、快速、準急、普通、千里線、大阪メトロ、堺筋線の普通、堺筋準急に使用されている。降落期には8両編成のうちにプラス6、両編成の6両側が、大阪梅田駅、や嵐山駅で臨時運転される、快速特急、 佐賀野や嵐山線用の6300系の4両編成の代償として、船内折り返し運用につくこともある。2両編成は平日朝ラッシュの快速急行の増結用として使用される。なお、2両編成には予備車が存在しないため、検査時や故障時には2プラス6両編成の2両側の7300系が代償する。 1999年10月1日現在、C は中間運転台の位置を指す。2018年4月1日現在、C は中間運転台の位置を指す。2019年4月現在 C は中間運転台の位置を、O は運転台撤去後の位置を指す。ありがとうございます。